はい、じゃあ今回は動物の発生に関する研究者シュペーマンっていう研究者のね実験をみんなに紹介していきたいなというふうに思います。じゃあまず見てください。 ここに示したのは実はシュペーマンの実験結果ではなくて前回やったフォークトねフォークトは局所生態染色法ってものに基づいてまた放廃棄の肺の各領域が将来何になるのかなってことをここにある通り元気分布図ってことでこんな感じで示したと思うんだよねでシュペーマンはじゃあ何をやったかっていうと実はねフォークトの実験のイメージだよ続きみたいな感じなんだこれどういうことかっていうとシュペーマンはこのね 元気分布図で示された予定運命がいつ決定されるのかっていうのを実験で明らかにした人なのつまりフォークトは将来的にはこういうふうに各領域がこうなるよってことは示したんだけどじゃあそれがどの発生のどの段階で決まるかってことはもちろん示していないんだよねだからそのどの時期に決まるのかってことを明らかにしていったのがシュペーマンって人なのじゃあどんな実験でやったかっていうと実験っていう字の下のとこあるね。 交換飲食実験っていうのをやりました。だから今回はこの交換飲食実験っていうのをまあみんなに紹介しつつ、一体どういう結果に基づいて予定運命の決定時期がまあ明らかにされていったのかね、それをみんなに紹介していきたいなというふうに思います。はい、じゃ早速シュペーマンの行った交換飲食実験を紹介していきたいなというふうに思います。じゃあ見てくださいね。 彼はまず何を用意したかっていうと黒と白の色の異なるイモリの灰っていっても実は用意したのは実はここにある通り初期幻聴灰つまり寛流が起きてくる直前の灰っていうものをちゃんと時期を揃えて用意してきたの。 で実際このそれぞれのイモリの範囲は表面にこうやって線が書いてあるんだけど実際のイモリの範囲にこんな線なんか書いてあるわけないからねこれはシュペーマンが示した元気分布図に基づく線まあ基づくあのやつをね、まあ、みんなに分かりやすく説明するために入れたみたいな感じなんだ。で彼の元気分布図の結果をねちょっともう一回思い出してみると。 動物局側に近いところここは外胚音になると思うんだけど原稿とは反対側の部分が将来表皮になりますよっていうことで表皮器で原稿側の部分が神経器こんな感じだったよねだから白い森も色は違うとは言っても実はあの原稿側では神経器で反対側では表皮器まあ全く同じです。でまずこれを用意してじゃあ何をやったかっていうとちょっとまあ先に見てもらおうかなはいこんなことしました。うん これは何か,とか急にねなんか点線出てきたと思うんだけどこれははさみのようなこうねもので実際黒い森の神経域のここの部分を、まあ、シュペーマンはまずは切り取ったんだね。うん、で一方で白い森の方は将来表皮になってくるよっていう部分を同じように切り取った。でそれぞれ切り取った組織を捨ててしまうんではなくて実はその切り取った部分もう一回言うけど黒い森の将来神経になるよっていう組織をね実はこんなことしたんだ。はい うん、白い森の将来表皮になるっていう部分に移植しましたで一方で白い森の表皮になるよっていう部分を今度はこっち、はいね、黒い森の神経域のところに移植したとなるほどつまり将来何になりますよ っていうふうに、まあ、違う領域を全く異なる領域にそれぞれ交換して移植したということをしたわけ。で、なおかつこの移植したものはそれぞれ色が違うから、この移植したものが将来的になって何になってくるのかっていうのはその色の違う組織を追跡してあげれば、まあ、もちろん何になったのかっていうのが分かると思うんだよね。で、実際にこっちの黒い森の中で将来表皮になると言われていた この白い組織がこの後発生を進めていったら一体何になっていったかというと実はこれになりましたはい実は表皮になるよっていうふうに言われていて移植したはずなのにどういうわけか神経になってしまったってことがあったっけうん。 じゃあ逆にこの黒い森の将来神経になるよって言われたところこれを白い森の中の黒い組織として追跡をしてみたら何になっていたかというとはいねさっきも言った通り神経になるよっていうふうに言われていたのかどういうわけか表皮に変化してしまったってことが起きたの。なるほどじゃあここから一体何が言えるのかここ,がここからが大事なんだからね。じゃあはい一気にこううですうんそうすそそるとれれぞれの食品は 結局表皮になるよとか神経になるよとは言われていたんだけど移植された場所の運命に従って運命が変化してしまったってことをこれは意味してるよねこの結果は。そうすると結果的に何さらに何が言えるかっていうとこの黄色が大事だよポイントだからね。初期限定廃棄で移植片の運命はまだ決まっていないってことがこの時点で言えると思うんだよね。 もしもうすでに表皮になる神経になるってことがすでに決まってるんだったらどこに移植したってその自分の運命に従ってまあ言ったら神経域だって表皮になるはずだしさらに表皮域に移されたって言って神経になるはずだけど変わってしまったってことはまだ決まってないってことなんだよ。でシュペーマンはちょっともう一回おさらいしてみるとそのいろんな領域の 予定目が一体いつ決まるのかってことを明らかにしたんだけど今回の結果だけだとまだ決まってないよねってことしかまだ言えないよねだから彼はこの初期幻聴杯ではないまた別の時期に同じような交換移植実験をやっていつ決まってくるのかってことを明らかにしていたこんな流れなんだよだから次のスライドではこの初期幻聴杯ではない もうちょっと後の時期で交換移植をやっていくって感じなんでぜひこの時点この時期のこの時点ではまだ決まっていないんだよってことをしっかり覚えるようにしてみてください。はいじゃあ交換移植実験の続きいきたいいたと思いますじゃあ見てください。シュペーマンは さっきは幻聴杯初期ね、初期幻聴杯ってものを用意したと思うんだけど、今回は初期神経杯。つまり、勧誘が終わって、これから神経管ができ始めるぞっていうスタートの段階の肺を持ってきた。で、同じように黒い森と白い森で用意してきた。で、ちょっと見てもらうと。ここの肺のね、このここの部分に神経板ってあるけど、まあ、これが将来神経になるところで。それ以外の部分が表皮だよね。だから、さっきの初期幻聴肺でいう神経器っていうのは、まあ、ここの部分で。 それ以外のここの部分が表皮器ねさっきとまあ対比をさせてちょっと覚えてほしいんだ。で全く同じようにこの黒い森と白い森の一部の組織をはいこんな感じで、うん、切り取ってきました。ね黒い森の方は将来神経になるよっていうところ白い森の方は将来表皮になるよっていうところ全く同じだね。でそれ,それぞれ取ってきた移植片をいい全く同じだよはいこんな感じではい交換移植をしてみました。そそうするとれれぞれ 黒い森の将来神経になるよっていうところを表皮のところに移し。表皮になるよってところを、まあ、実際神経になるよってところに移しました。で、早速だけど、表皮になるよって言われているものを神経域。まあ、言ったら、神経盤のところに移した。この組織は一体何になったのか、注目だよね。はい、これはこれになりました。ね。実は表皮になってしまったと。つまり、表皮になるよって言われてた通りの状態で。 まあ言ったら、文化をしてきたってことなんだね。じゃあ、こっちはどうかなっていうと、こっち側は、い、こんな感じです。うん。こっちもやっぱり神経になるよって言われてた通りの状態のまんま、実は文化をしてきたってことなんだ。じゃあ、この結果から一体何が言えるかっていうと、いい、大事だよ。はい、こんな感じです。移植編は移植場所の影響を受けることなく、予定運命のまま文化してきた。ね。そうだよね。そうすると、それは。 初期,初期神経廃棄で異色変の運命はいい子だよすでに決定しているってことを意味してるんだよね。そうすると前の初期幻聴排の頃っていうのはまだ決まってなかった今回の初期神経排の事件にはもうすでに決まっているじゃあ結果的に一番初めの実験と今回の実験を合わせて言えることは一体何かっていうと。 皮と神経が所属している外をね外胚葉の運命は初期幻聴排気から初期神経排気のここだよの間に決定しているってことが言えるわけ。いいこの時点ではもうすでに決まっているってことはここで決まったっていうよりここの前にもうすでに決まってるってことを意味してるよね。で初期幻聴排の時はまだ決まってなかったんだから。 予定運命が決まったのはいつですかって言ったらもう一回言うけどこの間っていうのが非常に大事になってくるの分かっただからポイントとして今回はこの黄色をしっかり覚えてほしいんだけどその中でももう一回強調する一番大事なのはこの間っていう部分をしっかり言えるようにしてみてください。はいじゃあ今回の内容を問題で確認していきたいなというふうに思います。じゃあ見てください。 黒い森と白い森の肺を用いた交換飲食実験について次の問いに答えよう。ね、まあ、ちょっと見てもらうと黒い森と白い森,黒い森,と白い森それぞれ用意しているのは初期幻聴肺と初期神経肺ねあこの実験だったなって感じだと思うんでねじゃあちょっとそれを念頭に置いて1番から見ていくと1と2はそれぞれどのような組織となったか答えなさい。 うんまあ、これ知識を聞いてるわけじゃなくてちゃんとこの結果から考察をししてていってほしいっほわけそうするとまず初期幻聴肺のところこの時期のまあいったらそれぞれの組織を交換移植してみると将来神経になりますよっていうところをこちらに移植してみたらこの黒い組織っていうものはまあいったら神経ではなくて表皮に変わってしまった。そうするとここのの結果から考えてもこの時期はまだ 運命がが決まっっっててなないののかかかこことと多分,分かると思うんだよねこっちの結果からそうすると将来表皮になりますよっていうところを神経のところに移したときにまだ決まってないんだから移植された場所のまあいったら影響を思いっきり受けてしまっておそらく運命は変化してしまうだろうってことがなんとなく分かれば今回1は何になってくるかっていったらこれは。ね。 神経にになっってててくるいいうふうふ答えよしてしほんだよねじゃあ一方で2番こっち側初期神経肺の時期だけどそうするとこれを見ると将来神経になりますよっていうところの組織を今度は表皮になりますよっていうところに移植してみたらそれは表皮のところに移したにもかかわらず神経になっていったつまり神経になりますよっていう運命をそのまんまい、まあ、ったら 維持して神経になっていったってことはこの時点ではもうすでに決まってるのかなってことがわかると思うんだよねそうすると2番で示した表皮の部分を神経の神経版のところに移した場合はさっきも言った通りもうすでに決まってるってなると表皮は表皮のままなのかなってことがなんとなくこの結果から分かってくると思うから答えは 表皮ってことになってきますだから今回の問題はねまあ、知識っていうよりもこの結果からちゃんと1番と2番が何になってくるのかってことをね考察するようにしてもらいたいなというふうに思いますはいじゃあ次の問題行きたいと思います括弧に実験の結果より外配用における予定運命の決定時期はいつであると言えるか次のあからえの中から選びなさい そう,そう交換移植をやった時期はもう一回確認してみると初期幻長肺の時期と初期神経肺の時期でした。で初期幻長肺の時期はその交換移植の結果から確か まだ予定運命は決まっていないってことがあったから移植編は移植場所の影響を受けて運命を変化させることができたってことがあったと思うんだよね一方で初期神経拝の時期っていうのはもうすでに決まってしまっているっていうことがあったから移植をしたとしても移植場所の影響を全く受けずにその移植編は自分の与えられた運命のまま分化をしてきたってことがあったと思うんだだからいいもう一回いくよ。 初期神経波の時はもうすでに決まっているじゃあ一体いつこの運命が決まってきたのかっていった時に「あ」から「え」までちょっと見てもらうと「幻聴廃棄以前」まあ、これは幻聴廃棄の時はまだ決まってないから決まってるわけがないし幻聴廃棄の時だってまだ決まってなかったよね。 じゃあちょっと飛ばすけど絵の部分は神経廃棄の時にはもうすでに決まっているって言ってたけどすでに決まっているってことはこの時期に決まったよって言い切れないってことになるそうするとどうしてもそれは幻聴廃棄と神経廃棄の間だなってことになってくるから今回はうちょっと読んでみるけどいいですか幻聴廃棄と神経廃棄の間に決まってきたっていう風に言えないとダメなんだってことになるわけわかったねちゃんと 幻聴肺と神経肺特に神経肺気の時は。すでに決まっているってそのすでにっていうところが結構ポイントになってくると思うので。ぜひね覚えるようにしてみてください。はいじゃあシュペーマンの実験をまとめていきたいなというふうに思います。じゃあ見てください。シュペーマンは交換移植実験というのを行うことによって。 ま、あの、フォークとの示した元気分布図の各領域の運命が一体いつ決まってくるのかっていうのを実験を通して示しました。で、実際その交換移植実験の内容を見てもらうと、初期減長肺と初期神経肺の神経域あるいは表皮器ね、神経板あるいは表皮になってくるところっていうのをそれぞれ交換をしてみたってことをしたんだね。そうすると、この初期減長肺っていうのは、それぞれの移植片っていうのは運命を変化させて。 言ったら移植場所の運命に従ったまあ言ったら発生が見られたってことがあったそうすると結局この時期っていうのはいい初期幻聴肺の時期っていうのは移植片の運命はまだ決まっていないってことは彼,を彼はそれを示したんだね。で同時にに初期神経になってくると 今度は移植交換移植したにもかかわらず移植場所の運命ではなくてちゃんと移植編は自分の運命を全うしたってことがあったわけそうするとその結果から何が言えるかっていうと移植編は移植場所の影響を受けることなく運命のまま分化つまり初期神経廃棄で移植編の運命はすでに決定しているってことがあったつまり今回のこの結果から何が言えるかっていうとこれが一番大事だよ。外配用の運命は 初期現状廃棄から初期神経廃棄の間に決定してきたんだっていうこと、ね、もう1回強調しますこの予定運命は間に決まってきたってところをしっかり覚えてもらって実験の手法とともにちゃんと復習するようにしてみてください。